黒丸部分が口角炎、口角炎は、口角つまり唇の両端に炎症を生じ、亀裂や腫れ、かさぶた側ができる、皮膚疾患である。頭痛を伴い、特に口を開けると痛い。感じ打性更新炎とも呼ばれる。心筋が皮膚を刺激して、かぶれを生じるのが主因と考えられている。有因として、最も重要なのが、ビタミン欠乏である。また、 ステロイド剤などの薬剤の乱用が誘因になることもある。カンジザは不完全菌に属する酵母の代表的なものであり、もともと高校内やその他の体表に存在している菌、いわゆる常在菌で、健康な人体は免疫により過度の増殖を防いでいるが体調の悪化などで免疫力が落ちると繁殖して日より未感染を起こすことがある。更新ヘルペスと間違われやすいが、 抗診ヘルペスは単純、ヘルペスウイルスが原因のため、口角炎とは治療法が異なる。乾燥による抗診のひび割れとも間違われやすい。ンジ多症は、ビタミン欠乏症による免疫力の低下が主因で引き起こされる悪玉菌増加による日和未感染である。ンジタ菌そのものは、元来は人の代表や消化管、それに女性の膣粘膜に普通に生息するもので、 多くの場合は特に何の影響も与えない。また味噌やワインの発酵などにも関与している。主な治療法はビタミン剤と乳酸菌成長薬の内服と抗真菌薬の概要が効果的である。一般的には外用剤として抗真菌薬を使用する。その他補助的に抗アレルギー薬、ビタミン剤の内服を行う。外用薬は 薬局でも手に入るものもある。症状が強い場合や広範囲に病変がある場合は、内服薬が必要になるが、病院でしか手に入らない。対象療法として、殺菌消毒効果のある、現地アナバイオレットという塗り薬もあるが、発がんの恐れの疑い、生殖脳、または胎児への悪影響の恐れの疑い、飲み込むと有害などの危険性がある。 2%重送水などによる先行アムホテリシンビーナイスタチン軟膏の塗布という治療法もある。先行は発症時に口内で増殖した菌を洗い流して症状を沈めるのには有効であるが日常から過剰に口内を洗浄していると善玉菌まで洗い流してしまい逆に感染症発生の原因になる可能性がある。ビタミン剤などの経口上による治療とともに 軟膏やクリームを1日2から3回患部に塗る。1から2週間の治療により85から95%は治るとされている。栄養状態を改善し、バランスの取れた食生活を心がけることが重要である。ビタミン B2 を30から 50mg、ビタミン B65 から 100mg、日内服治療薬更新炎、口角炎、口内炎などの主な治療薬。 ビタミン類が発見される以前から、この疾患が食物と関係があり、特に変色や食事についてのお行儀の悪い子がなりやすいということが言われていた。自然界では、死体までつついたりする雑食性のカラスが最も行儀の悪い生き物とされており、人間の子供の中で行儀の悪いのがいると、カラスが、これは俺たちの仲間だと、くちばしで印をつけていく。 その印が甲角園とされ、子供たちに食物を大切に扱い、行儀よく食事をするための戒しめにされていた。ありがとうございます。